こんにちは、ゴンちゃんです。今日はね、九州大学理学部の不正事件についてお話しします。いつの時代になっても不正は消えてなくなることはありませんが、今日のお話は国立大学医学部の先生たちが旅館の女将や番頭たちとグルになってやった事件で、当時は全国の大学病院にも捜査の手が伸びるなど大問題になりました。ひょっとすれば今なおどこかの病院で行われているかもしれない特別診療、その事件の全貌に迫ってみたいと思いますので、最後までご視聴ください。今からちょうど100年前になる大正14年1925年6月17日、白い巨塔、九大医学部を揺さぶる不正事件の手入れが始まりました。一部の教授らが法外な料金を取って、自宅診療、出張診療などのアルバイトに力を入れ、貧しい一般患者と金持ち患者を差別して、世の恨みを買っているという特進容疑です。九州の最高学府九大、その中でも絶対的な権威を誇っていた医学部の不正摘発とあって、警察側も慎重でした。2ヶ月にわたる内偵の結果、確信を深め、鈴木警察部長の総指揮、桜井福岡署長の陣頭指揮でベテラン刑事25人を動員して捜査のメスを入れたのです。捜査のきっかけは町の噂でした。その噂はこうです。正規の手続きを踏まなくても金さえ出せば大学の偉い先生の診察を受ける方法があるそうな、というもので、九大で診療を受けた九州一円の人たちの間で相当前から不満が渦巻いていたらしく、当時の新聞は福間伝九大、鬼のような大学病院、人道を無視した悪徳教授たち、学問の堕落と公私混同の極み、こんな表現で患者の恨みの声が高まっていたことを報じています。患者にとって医師は神様のようなものです。わざわざ九大を選んできた患者として、できるだけ権威のある名医か、それに近い人たちに診療してもらいたい一心です。この患者の泣きどころを利用し、大学病院だと2円で済む診察料を十数倍の特別料金を取り、大学病院以外の場所で診察するのが特別診療です。つまり特診ですね。調べが進むにつれて、整形外科、精神科、産婦人科など各科軒並みに特診料を取っていた教授もいたのです。またある講師は大学のすぐ近くで悪党のアジトみたいな病院を経営し、大学で診察した患者をトンネル式に送り込み、大学病院がガラ空きの時でも自分の病院だけを満員の繁盛ぶりでした。そして国民の税金でもある国費で買った大学の新式医療器具まで勝手に持ち帰る堕落ぶりでした。岩脈の医学部から流れ出す甘い汁にありつこうと、医学部の周辺の旅館までが一枚噛んでいました。旅館の経営者たちは人力車を引く人間と有力教授にこれをつけて、地方から訪れる金持ちの患者をいい先生を紹介してあげますよと博多駅でキャッチして、自分の旅館を病室代わりに長期宿泊させ、特定教授に特進してもらっていました。医学部がある現在の前田市や千代の旭商事周辺を歩いていると、当時の旅館と見える名残ある建物も散在しているようです。警察はまず前田市の旅館石上館の女将と帳場の習慣を皮切りに、病院前の旅館11軒を全部取り調べ、主人や番頭の数人を収監しました。さらに九州各地に散らばっている九大の患者5000人から事情を聞いて裏付けを取り、その後病院内の看護婦、千代の博多見番の芸者なども取り調べるなど、学内そして学外へと摘発の手を伸ばしていきました。各科主任教授クラスの身辺も危うくなり、自宅や教室まで捜索されました。特に今の上水通りとなる前は医学部通りと呼ばれており、当時の医学部教授の約3分の1がこの上水通りに自宅を構えていたので、捜査期間中は物々しい雰囲気でした。こうしてさすがの白い巨塔も揺らぎ始めたのです。同年7月18日には福岡日日新聞、現在の西日本新聞が九大病院に黒い手がのと大きく報道したのです。これは先ほども話しましたように、九州帝国大学医学部附属病院の充実に伴う診察希望者の激増につけ込み、医師の公務以外の特別診療を斡旋していた業者が摘発され、学内に捜査の手が広がったというものでした。これでは世論も黙っているはずがありません。同年となる大正14年1925年7月28日には、福
岡市の記念会館で医学部粛清市民大会が開かれ、2000人の市民が集まって旧大攻撃の火の手を挙げました。事件の波紋はたちまち全国の大学病院へ広がり、様々な論議を呼び起こしたのです。事件の進展は中央の新聞でも大きく報道され、慌てた文部省はすぐ調査官を派遣したけど、調査より対策に躍起となる始末でした。つまり保身第一に走る政府の慌てた姿がここでも浮き彫りにされたのです。そして旧大内部では若手の助教授や学生の間からも粛清運動が起こりました。同年の8月8日、ついに渦中の人、大学附属病院長兼産婦人科教授今淵恒久、整形外科教授住田正夫、精神科教授榊安三郎の3博士の辞表提出となりました。核心に迫ったところで調査は警察から検察側へバトンタッチされ、検察陣は教授45人のうち事件に関係がないのは5人だけと見通しをつけ、捜査に拍車をかけました。ところがですよ、捜査の最中になぜか司法省は現地を無視して一方的に3博士の不起訴処分を発表したのです。納得のいかないマスコミに執拗に迫られた法務大臣は、逮捕以上の効果があったのでと逃げたのです。さらにこれを待っていたように、文部省も10月3日記者団を首相官邸に招き、文部大臣が天皇の勅裁を仰ぎ依願免職にしたと天皇を担ぎ出して不可解な処分に煙幕を張ったのです。なんだか今問題になっている派閥パーティー裏金事件の捜査幕引きを躍起となっている政党と似たり寄ったりの話ですね。こうした動きに捜査の段階に何事かと警察捜査陣が行き立ったのはもちろん、司法文部両省の露骨な事件もみ消しを起こる声は全国に沸き起こりました。柴田善三郎第22代福岡県知事までが、県警警察の面目は丸つぶれだと内務大臣のもとに駆け込み厳重に抗議しました。各政党も待っていましたとばかり政府攻撃の材料に使い、県政会は特別調査委員会を設け、旧大を犠牲にしてでも黒い霧を暴いてみせると生きり立ったのです。大阪では大阪放送団が中之島公会堂に3000人の聴衆を集めて旧大事件の追及大会を開いて、転職を忘れ特進に名を借りて領民の高潔を絞るとは天人ともに許されざるところ。司法省は徹底的な検挙を主張した山岡刑事部長の首まで切って正義を破壊し、司法の真髄と独立を踏みにじったと決議して、司法省や旧大のベテラン教授の一部にはどこの大学でも行われている内職に目くじらを立て、無責任な町の噂をもとに神聖な学園を官僚が荒らすのは司法権の乱用だと逆恨みの反論もあったと言いますから、保身のために身勝手な精神状態を持つ医者や教授がゴロゴロいたようですね。遅まきながら大正14年8月14日、旧大内部に医学部覚醒調査委員会が生まれ、間野旧大総長も加わって次回策を講じ、教授たちの特進、拓進、往診を中止したのはわずかな救いでした。尻すぼみのまま事件も一段落した同年の11月3日、地元福岡市会が市民の声を代弁して全員一致で旧大の次回と更生を促す決議をして特進事件の幕引きを務めています。このように全国的な話題になった特進事件も、肝心の旧大医学部50年史には一行も記されていません。過去を知らない若い卒業生や在学生たちには、50年史を読んでいる限り誇り高き学部の歴史であり、過去のシミを塗り込めて揺るぎない権威に輝くあたりは、やっぱり医学部は白い巨塔と言えるかもしれません。また年月は過ぎて書かれている百年史第5巻に数行結末だけが書かれています。そして太平洋戦争末期の1945年5月17日から6月2日にかけて行われたアメリカ軍捕虜を銃殺刑の代わりに行われた生体解剖実験は国内外の様々な反響を呼びました。いずれにしても福岡県の歴史に残る事実であることは間違いありません。ということで旧大医学部特進事件の解説を終わります。この動画が良かったと思われたら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。